緊張しましたまったく一体どうなってんだ前の事件も片付いてないってのにまた大量殺人事件しかも今度犯人は化け物って言うじゃないかおめでとうありがとうございます,いますでも本当なんですシザーマン再び現るか床の見出しが目に浮かぶようだぜ言ってますねまあシザーマンがいるかどうかはともかく今日のところ帰って休んだ方がいいお嬢ちゃんの家には警察の、えー、保護が、えー、あるかけておくよありがとうございます警部さんありがとうございます拍手の方ね ゴッツさんですね。警部補なの,の気にしてるんですねあ26のランク、26位へのランクインの方ねさせていただきありがとうございます皆さんねガッツ警部じゃなくてゴッツらしいですよすいませんでしたジェニファーエレン本当なの本当にシザんマんだったの分かってる信じるわジェニファーあそこにいる警部補にはえーさんは頭が硬いの、ね、とにかく相手が化け物ならば えー、手段を考えなくちゃね、えー、二人で何とかしないとうんって言ってますね。ここからが大事みたいですよ、皆さん。これからどうしたらいいのそうですね、えー、まずは、えー、刑事さんにもう一回会いに行きましょう。刑<督>部さん、刑部じゃなくて警、刑部補。わかりました、しょうがありませんね。じゃあ、えー、ゴッツさんはね、やっぱこう。 熱血系だと思うんでね熱血系でいきましょうねっ話しかけてみましょうなんだマダルついてたのか暗くならないうちに帰った方がいいぞ鍵も忘れずになあれだけでしたなんでしょう何のヒントにもならないぞす,、ね、すね。ということでもごめさんいらっしゃいませ ありがとうございます。ちょっとね、今、えー、これから、ノランどうしてるのかしらあ、新聞社行きましたよ。オスロウィーク新聞社。今、クロクター2の方をね、えー、一応、えー、ヘレン編の方を、えー、最悪のね E ランクでクリアしたんで、次はジェニファー編をねクリアしようと思って頑張ってるところです。ワラワラペンギングウォーズじゃありませんよ。これワラワラクロクター2ですよ。あの人、ノランと一緒にいた、えー、カメラマンさんだわ。 あのすいませんノランに会いたいんですけどあれー君ジェニファーちゃんええー、ノランいますかノランならちょうど君を探しに行っているところだよ大切なミニーがあったみたいだから心配してたよあもうすぐ帰ってくるのと思うけどここで待ってたの？え君まだ話題の人になっちゃったからね他のやつに見つかったら大変なことになりますよ そうですね、またあとで来ます <laughs> やらん方が良かったですか裏口の方を開けてるから助ける、えー、他のやつに見つからないようにしないとねありがとうということでマリオじゃありませんよ、うん、普通に怖い色変えろって言ったんでやっただけなんですけど皆さんから猛反発の方うがっておりますショックです行きましょうダブルえーっとわらわらそうだエドワードたちはシザーマンに押されてないのかしらということで、ね、行ってみましょうなんか えー、ノルウェー国際ホテルうんすいませんでした知ってる人は誰もいないわ終わりなあエドワード大丈夫なんでしょうねちょっと心配ですね図書館いや違いますよあんまり雑談したら怖くなくなっちゃうでしょね私はそういうこともちゃんと考えてるんですよ行きましょう研究と ヘレンもう戻ってきてるかな大学研究とこれノランと会った方が良かったのかもしかしてまあいいやああジェニファーいいところにええー、来たわねどうしたの魔像知ってるでしょクロクター事件の現場から発見されたやつうん稲それがどうしたのどこにもないのよ バートン教授がえ持ってたんだけど持ってたはずなんだけどテンテンテンバートン教授は警察の依頼でどっかに行っちゃったみたいだしで魔像がどこにあるのか心当たりあるのええー、バートン教授の机の上に図書館とリックという人の電話番号書いてあったわ多分どちらかに持ってったんだと思うの誰かに魔像を鑑定してもらいたいって言ってたわただリックという人物が誰なのかわからないんだけどうーん とりあえず私は図書館に行ってサリバン先生に会ってみるつもり。魔像があったら回収しなくっちゃ。今はシザーマンに関する手がかりは何でも欲しいのよ。うん。ヘレン、私リックという人を調べてみる。ノランに聞いてみれば何か知ってるかもしれないから。ジェニファー何ノランって誰あ、しまった。それじゃあヘレン、行ってくるねー。って言ってますね。うーん、アホですね。 アホですねもう一回行きましょうじゃあオスローウィーク新聞社ノランいるといいけどもう一回行ってみましょうノランのところねノラン帰ってきてるんでしょうかいなかったら自分の家に帰っていくしかないですよねいましたジェニファー大丈夫だったええー、ありがとう心配してくれてうん警察も情報を漏らしてくれなくてね君の居場所がなかなか見つからなかったんだ何か俺が助けられることはないかなあのね それなんだけど、リッククっってていう人知ってる？多分黒九太ー事件に関係してる人だと思うんだけどああその人ならちょうど取材に行こうと思ってたところだよええー？その人昔バローズ家で出自をしていた人らしいんだたまたまそれを知っている人から人がいたから彼にいろいろバローズ家のことを聞こうと思ってね <laughs> それ怖いんですか本当にそういう実況してどうなんでしょうかあということでねコテハンの方ありがとうございますえーそれシザーマンさんって呼んでいいんでしょうかありがとうございますで彼がどうかしたのうんバートン先生がその人にマゾを渡したかもしれないってマゾって事件現場にあったやつかうん今は少しでも手がか,かりが欲しいからなるほどじゃあ彼からマゾを回収してくればいいんだね 分かった、取材がてら行ってくるよということで、ね、ノランさん結構やり手ですね警察もねその情報を手に入れてないんじゃないですかでもということでこれはね間違,えな間違えてもノを選んじゃいけませんイエスを選びましょう頼みましょう任せてくれって役に立ってみせるよありがとうノランよろしくお願いしますノランさんーーよし早い方がいいなじゃあ行ってくるかんなんで あこれね頼まないとえらいことになるっていうのをねあの実は私前回のその1周目のプレイでねなんとなく分かってるんですよ1周目であそこでねケース人は違ったんですけどノランさんじゃなくてね警察の方にこれを頼みますかっていうのでノーを押したらバッドエンディングになったんですね、うん、なのでこっちを選びました行きましょうこれは多分そのリックさんの家ですね結構いい家に住んでますね羊をやられた方なんですけど結構あれなんでしょうね なんかこれ選べれますね。これちょっと待ってください。これ選べるものあるんじゃないですかもしかして。やばいぞ。今のうちに、えー、むしろ心当たりがあるのであれば、ぜひ聞かせてください。ここでもしかしたら何か選べるものがあるかもしれない。今、どんな些細な手がかりでも欲しいんです。一応読みながら探しますね、私ね。リックさんは何か知ってるんでしょうかノランさん。バローズ城という城ご存知ですかバローズ城ええー、イギリスにある城です。 30分延長しましまたするとバローズの一族が移乗してくる前のあクロックタワーとバローズ城は違う場所なんだえそう聞いております8 2年以上前のことなんですよありがとうございます延長さもね知りませんでしたそれ私バローズ城っていうのはクロックタワーの時計塔とは違うんですねなるほどその城に何かあるんですか かつてその城で怪物が生まれ付近の子供を襲ったそうです怪物シザーマンと同じだシザーマン一人じゃないってことですか私はただのおとぎ話だと思ってましたがねそれでその怪物はどうなったんですシンデレラ城がバローズ城だったやつですね父親の手によって殺されたそうです父親は十三代目のバローズ家の当主でした するとシザーマンを倒す方法はあるんですねなるほどだいぶ手がかりになりますねリクりくさんその城の場所は分かりませんか少々お待ちいただけますか確かどこかに初見もうすぐ18周年記念か とということでえー、っと522番さんいらっしゃいませあそうなんですねルランさんこのシャンデリアが私が屋敷を辞めるときにいただいたものなんですよいや立派なシャンデリアだと思ってましたよするとバローズ店にあったものですねうんあおじいさんいい声してますね本当におじいさんみたいな声しますそうあの頃は良かったあんなことさえなければ、えー <laughs> ちょちちょょっとどういうこと嘘。ちょっ,ってちょって上は大丈夫えリックさんうわマジかガッシャンえー、マジかえー、嘘。ここに出てくるのあいつちょっ,っ,てって待ってまず移動移動移動しよう いや来来ましたよ来まししたたよよちちょっと待ってよちょっと待ってよどうしてどうしてこんな狭い家で遭遇スザーンを来ましたよやばいやばいやばいああ BQ ホラーだったらここら辺で死んでしまうのがオチなんですけどねやばいですやばいですこれはやばいやばいマジか来ちゃった来ちゃった来ちゃったおららら ナイスパンチ逃げて逃げてナイスパンチとりあえず逃げる隣の部屋隣の部屋オーケーオッーケー,オー,ケー逃げますよ何これ何ここヤバそうヤバそうな匂いがするヤバそうな匂いがする逃げて逃げて隣の部屋に行こう やばい、来てる来てる来てる逃げて逃げて、とりあえず逃げる <laughs> 逃げて危ない,い,やいやばいやばい,やばい匂いしかしない、トの部屋に、トの部屋にただいま監督と言ってお金なさいませ、金ちゃんさん、トの部屋行きましょう、うなんか武器ない武器ない武器ない隠れられない、<laughs> どうしてでいでいでい うわあ色調整した方がいいうーん、でもこれ暗い方がいいと思うんですけど皆さん暗い方がいいと思うんですよこれ多分私の放送する画面とあのー、皆さんが見てる画面ほとんど一緒の色ですちょっと行きましょう行きましょう行きましょう そうなんですよ、今ね電気が消えちゃってるシーンなんですねいや倒せませんよさすがにとりあえず行きましょう,う赤ですからねもう一発食らわしたら倒せそうですよ分かりました行きます行きます行きますちょっと待てよまずいまずいまず,いまずいどこだここが 2>, 2階もあるのかちょっと待てよはいということで549番さんいらっしゃいませやばいやばい何何これどうなってんの上行くの なんかとりあえずやばいいや違うんですよ隠れたいんですけど隠れれないんですよちょっと待ってくださいこれかこれかこれなのかとりあえずここ行ってみましたあオッケーオッケーここだここだ隠れよう隠れようオッケーっす皆さんこれで大丈夫ですやばいっすか矢印赤い間はやばいんで、ね、ちょっとオッケーっすオッケーっす オッケー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 とりあえず生き残りました見つかるとか言わない危なかった危なかったいやもう赤ですからね危なかったですよよしよしつていねにメイキングされたベッドだ本当に几帳面な性格だったんだなって出ましたね えー、聖書が置かれているだが彼が信じた神は彼を守ってくれなかったようだなんかかっこいいこと言いますねこいつねえー、出れちゃうの赤はやばいですよそれは。赤はやばそう <laughs> やばそうじゃないですか赤はやばい印でしょう絶対間違いありませんよあと確かなんか魔像を探しに一応私来たんだねでね魔像を探しましょう 何そうですねなんか開かないみたいですねこれは怪しいですね何か怪しい怖いな怖いなちょっと大丈夫かシザーマントアの前で待機中いやーそれはあの戦隊ものそ、まあ、プそトそプ,ストップこっちこっちこっち調べてドアの前で待機されては困るなこんなところに役立つようなものはないなやばいですね役立つようなものを見つけないとせめて武器的なものを見つけときたい <laughs> とりあえずこっち行きましょうじゃあまだ行ってない場所あとお風呂にも行ってないですねさっきお風呂入ろうと思ってねミスって入れなかったんですよねうんそうなんですよねまあ多分そうだと思うんですけどあ花瓶ありましたよ花瓶のようだこれを使えば多分倒せれたんじゃないかなベンツ休みたいですけどね休めれないんですよ なんかないですかねううこれはなんか見つけましたよ多分時間だと思いますヒント6を見つけたこれなんだあ回復しました、えー、座り心地のようなロッキングチェアだ随分古い形の、えー、テレビだなリモコンもついてない少しずつですがあここ出れるのかな あこれがさっき開かなかったところか。あオッ OK です。これで、一応ここはね、えー、逃げ切れる、逃げ切るようになりましたよ。あそこで、なんか、そのもうここから先行けないぞみたいなことにはならないようにしました。そうですね。楽しみですからね。それが楽しさでもあるんでね、こっちらの作品の。よし。で、左行ってみましょう、左。こっち行けないのかなこっちはもうないみたいだな。じゃあ、行きましょう、戻りましょう。 私はね、風呂場が怪しいと思うんですよね。やっぱ風呂場でしょ。ホラーゲーのね、一番大事な要素は。あと、魔像も見つけないといけないんでね。魔像。これ調べれますね。なんでしょう傘立てだ。それだけですか電気はつかないでしょうね、どうせね。まあ一応押しときましょう。わからないです。まだわかりません。電源が切られてる。そうだ。確かなんか。 えー、どこかに何かがあるとか言って歩き始めたところでね、えー、落ちてきたんですよねあれがねワントマゾあ怖いよホンに怖かったすいません大声出しす,すいませんちょっと,ちょっとマジで怖いああマジで怖かったちょっと怖すぎでしょこれ いや、怖すぎでししょ、これこ,こしかないちょっといや怖かった <laughs> すいませんでした <laughs> すいませんでしたうれ <laughs> しそうじゃないです、全然 OKOKOK いや、大丈夫みたいです <laughs> ちょっとだけ明るくしますか、ちょっとさっき言われてた方がいらっしゃったんで。 これ,これぐらいでどうですか ?9 にしましたよ。7から。明るさの方。これでいいですかね。よし。で。情報が欲しいんですよね。ないですね。これぐらいでいいですか,、ね、かれやいや、なんかそれもちょっと予想しましたけどね。ということで、22二の方、ありがとうございます。いやー 怖いないや、タンスし、タンス調べ、あ、そう、タンス調べてねえや。そういえば、思い出しました。タンス調べてません。ちょっと、ね、調べに行きましょう。いや、今の、皆さんいや、ありがとうございます。ランキングごめんということで。か今の皆さん、怖くなかったんですかいや、もう俺、もう、今私、ちょっともう、もう、本当におしっこ漏れるそうになりました。<laughs> 怖すぎて <laughs>。よく皆さん耐えれましたね、今。 中には何かあるみたいだあクローゼットのような中にあクローゼットのようだ中に3 0ンチくらいの像が入れられているこれがジェニファーの言ってた謎かいや漏らしてはいませんけどちょっと本当にびっくりしましたあ,あそうなんですか恐ろしいですねひんやりと冷たい感触がするゾを手に入れたいや願望像来ましたねありがとうございます で、ゾウはゲットしたでしょ、あと城の場所、城の場所、ゾウはゲットしたのか、ゾウをゲットしたで、うん、ゾウさんとは違うなということで、うん、とりあえず歩いて行ってみましょうで、ここびっくりしましたね、いや、本当にびっくりしました、意味がわかりませんでした。 行きましょう監督の像さんとは違う、ね、でうんいやーもう3 0ンチはさすがにないですけど行きましょうあとここの部屋も入ってないんですねそういえば今思い出しましたけどソファーだ落ちたデザインでリックの好みが表れているこっちも調べれそうですねあここも調べれますね調べてみましょう 一体何の像像だろう石像が置かれているあ、これなんか違う騙しの像もあるんですねびっくりしましたであとこっちも触ってうん一緒ですねでこっちにも行ってで食器が並んでるどれも品のいいデザインだん下敷きそうですねこれ片付けられてませんね残ってます完全に こっちの部屋に行ってみましょう。まだ行ったことない部屋なんでね。こっちが多分。行ってみました。あ、キッチンですね。うん。でお開けますね。開けただけ。食器棚の中の食器はきれいに片付けられている。これなんでしょうじゃあ後で調べましょう。えー、清潔なテーブルクロスがかけられている。これ気になりますね。なんでしょう小さなやつ。ごミ箱 なんだただのゴミ箱だうーんあとはそのバローズ城の情報ですよねあこれ絵が描けられてますねこの絵にもしかして城が写ってんじゃないですかどうですかどうやらリックが描いたもののようだ下にリックのサインがしてあるもう一回見てみましょう城とかじゃないのかこれは情報を頼む違うなうんこれなんでしょう なんかこう下になんかありますねこれ怪しい画調理器具が入って武器になりそうなものはないな自画,自画像なんですかね電子レンジだホイールに包まれて何かが入れられている何でしょう見てみましょう何かって何なんだ気になるまあいいかあここにも何かありますねここも調べましょうあとで 綺麗に手に手入れされた調理台だ。そうですね。あれもちょっと後で見ましょう。俺の調理台とはえらい違いだな。れなこれなんでしょう。いやわかりませんけど、生ゴミ用のゴミ箱だ。見てます？怖いな。これ飽きたくないな、本当は。<クリ>ああ、な<クリ><クリ>、怖え。なんなんだよ、いるじゃないですか。ちょっとマジでいたじゃないですか。怖えよ。 もう、嫌だなもう今尻が持ち上がりましたよ今ので行きましょう行きましょう行きましょうとりあえず行きましょうあー怖かった行きます行きます上に上がります怖かったで上上上とりあえず上で <laughs> いやそうですけどそれはそうなんですけど焦りましたよっこっち行ってタンスですよそれはタンスが一番安全っていうことは知ってますからねいやそれはそうですよ私はね基本的に一度成功したらねそれを使いますからねあと魔像っていう手もあるのか そうですねわかりました <laughs> とりあえず魔像はね魔像をあに<あ>何何どこ何の音ああ聖書が置かれている<に>やばいやばい,やばいこれが<く>バレちゃうバレちゃう どこ来てる来てるやつが来てるやつが来てる仕方ないもうここに隠れよここに隠れよう。嘘。そんなそんな技そんな技で大処勝するのえいっようわからんそれでいいのかあれでいいのか いやあれでいいらしいですよ。もう追いかけてきてません。謎です。まあ、行きましょう。んーよく分からんけど、まあいいんでしょう、これで。分かりません。わかりません。よく分からんっす。あれでいいんだろうか。そうですね。それもあれですね。 いや、そんなことはないと思いますよ多分あのずっと多分大丈夫な場合もあるんだと思うんですけどねこの下にさっきまでリックだったものがあるあなるほどさすが新聞記者の方なんでちょっと表現があれですねユニークですねいきましょうでもあんな布一枚で うーんまあでもあれ人が下に敷き出し串刺し,しになってるんでねあんまりそんなこと言っちゃいけない気もしますけどうーんまあとりあえず行きましょうこっちにねあここら辺をちょっと調べたかったんですよねやっぱしうんノ、うんラてん点点点ん,てん,なんすかこれ ちょ、洗面台だ歯ブラシなどの日用品が置かれているこっち行ってみますかあとこここ,こ,ここも調べてほしいここも調べてほしいまずここ調べてなんか、えー、棚にバスタオルが置かれているこっちは何かないんですかね行ってましたけど何もないのか出たなんか シャワーだだそれだけここは何か別段やれることはないんですねオッケーです行きましょうじゃあ,あと玄関を調べてないですよねあと玄関を行ってないってのとこの追われていない状況で行ってない場所はあと隣の部屋だけかここだけですよねこっちは別に調べれるものはないオッケーですねじゃあここ行きましょうよっしゃ行こう <laughs> そういういのもあるんですかね熱湯のシャワーとかで攻撃みたいなのあったら面白いですけどねさっきここ追われながらしか見てないんでねシザーマンもこんなところには隠れてないだろういや <laughs> 隠れるのがシザーマンなんですけどねうん大丈夫か<え>おなんかあ,あるんじゃないこれなんでしょう えー、洗剤や、えー、掃除用具が置かれているこれは目潰しに使えるかもしれない、えー、粉石鹸を手に入れたナイスですナイスですこれで一発は回避できそうですね確実にもう使われてないタンスだそれほど傷んでないように見えるパチチ洗濯物が入っている OK です OK ですあとこのね木みたいな棒みたいなも使えそうなんですよね缶詰が詰め込まれている ここら辺なんかないんですかねもの洗面台洗濯物が入っているそれだけかあと上違うなここら辺は選べれないあここ選べれますねあノイズ入ってますかすいませんタンスが置かれている立派なタンスなのにもったいないな大志ザーマンよなるほど あ、これなんだこれ違うのかなモップの、えー、枝だろうか棒の部分だけが置かれている。これはシザーマン用っぽいですね。あとでここを着ましょう。じゃあね。粉石鹸の分も大丈夫ですし。結構ね、えー、安全に、えー、クリアの方を目指せるようになりましたよ。で、とりあえずもう調べれるものは全部調べたんで。 あと、普通に調べてないのは、食器じゃなくて、あのー、キッチンの、えー、地下ですよね。キッチンの地下。あそこをまだ調べてない気がするんで、キッチンの地下に行きましょう。と、あと、これ、こっちの手前。この手前の食器棚の手前。ですよね。やっぱしね、カクテルキャビネットだ。瓶が並んでいる。おっ、飲んだ。お前、なんで飲んだのいきなり。落ち着け。落ち着くんだ。いいですね。 こういう表現があるといいですね。あんなやつにやられてたまるか。そうですよ。強気でいきましょう。っていうかむしろやっつけちゃってください。よろしくお願いします。いきましょう、いきましょう。で、ここ。ここです。あ、ここも調べてないな。これ。これなんだこれなんですか。花瓶のようだ。うっそまたちくしょうこれ隠れるか。 言ってみました私、監督だいぶこういうところに隠れちゃいけないってね一応師匠には習ってるんですけどえゲームの師匠の言うことをね、ま、守らずにここに隠れていましたこういうところには隠れちゃいけないって習ってるんですけどねまあいいでしょういきました OK です OK です いやそうなんですよ、師匠結構ね、こういう日常的なところに隠れるのはね、基本的にはね、しない方がいいって言いました。おめっとさんで、とうございます。でもう一回ここ調べる。何かないか。かてて 1>, 1メートル四方くらいの貯蔵庫だ。ほとんど何も入ってない。いやー、そうですよね。音とか絶対しますもんね。何もほとんど入ってないってことで、何かは入ってるんですね。うーん、そんなもんですかね。じゃあもう逃げましょうか、そろそろ。さすがにもう。 ここに用事はありません。玄関から抜け出しましょう。魔像は手に入れましたし、ちょっとその、バローズ城の場所についての情報を聞き出せれませんでしたけど、まあ、さすがに城なんでね、イギリスの城なんで、そこまで情報が入れたら調べれるでしょう。ね、記者なんでね。ということで、生きてね、ここからに抜け出しましょう。ここですよ、ここ。出口出口。行きましょう。 どうやっても開かない閉じ込めるつもりかどうすりゃいいんだやっぱ2階か2階に行くとしてどこから行くんだあとなんか怪しいのは外とつながってるのはベランダだけあとこの部屋も1階も1回しか行ってないから2階も行ってみましょうちょっと早いねもう月に着いたの あ、いや月にはついてませんけどね。本名田中さんいらっしゃいません。なにこれ。うん。これなんっすか。ちょっと <laughs> え。なにこれ。なんか、あ、誰かあ。<laughs> 全然怖ないぞこれこれは全く怖くないぞゴツケ棒じゃないですよ <laughs> 普通に楽しそうにしてますちょっと待ってくださいよで石鹸粉石鹸を使う私はここで粉石鹸を使いたいと思います <laughs> はいこいつ倒しますよ私はここで暗いこれ暗い粉石鹸けあれ粉石鹸 あやばい粉石鹸使わないのこれほらぶん殴ってやったぜちょっと待って逃げろ逃げろ逃げて逃げてとりあえず逃げてやばい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 い使えませんでしたこ石鹸っ使いませんでしたちょっと待ってくださいどういうことどういうこと,ういうことまずい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 これはまずいやっちまったかこれ粉石鹸っけんま使えないのか おーバッやばいやばいおりゃパンチもう逃げるしかない逃げるしかない仕方ないちょまどう…粉石鹸の使い方がわからん目つぶしには使えるはずだとかマジかちょっと待ってどうしようえー、であとえー、と、私が見つけた隠れ,れる場所はあそこだけちょまて、あそこで やばいよ、逃げて逃げて、とりあえず逃げて、とりあえず逃げて。やばいやばい。やばい、こんなにやばいことになると思わなかった。分かってますよ、行きます。それぐらい私にもわかりますよ、行きます。ここです、ここです。逃げてください、とりあえず。で、えー、っと、どっちだったっけ、えー、手前の部屋じゃなくて奥の部屋、奥の部屋。あ、床下の収納忘れてた。マイヤ行こう、こっちで行こう。こっちで行きます、監督行きます。 監督の選択はねもっと暴力的ですよ暴力的違いますこっちでこれでいきますこれこれで勝負しますあれあこれで戦うわけじゃないんですかえそういう作戦マジかそういう作戦かちょっっと待ってシャワーじゃないみたいですよちょっと待ってくださいこれ大丈夫なのあ<っ>あ 怖かった。でも帰ってきましたよ <laughs> 帰ってきました <laughs> あいつ帰ってきましたここわ,うわー怖かった,たでもよかったかっとりあえずいやー怖かったっすよにいやまにバカですよあいつも<は>あんなやつに追われるとはうんいやーもう本当怖いですね、はい、いやーでも一応これでいいんですよね多分多分これでいいはずですでもすぐ帰っていっちゃいましたねあいつね 2>, 2回 いやほんまそれでしょうまあ古典的すぎましたねちょっとあそこでちょっと本格的に戦うのかなと思いましたけどねうんまあほほ古典的すぎるって言ってもまあ実際これ古典的なね、えー、ホラーゲームなんでまあそれはいいんじゃないかなと思いましたけどねいやもう見てないでしょうちょっとびっくりしましたけどねうん行きましょう行きましょうこの傘とか絶対戦う道具に使えそうなんですけどね そうなんですよ。よくわかりませんけどね。あいつね。傘の方は持っていかなくていいのかうん、頭いいんですけどね。結構ね。隠れる場所とか、相当頭いいなと思うんですけどね。で、一応ここがね、シザーマンがさっきいた部屋なんで、もう多分一回行ったらもういなくなってるはずですからね。行きましょう。また行ったら嫌だな。 あの登場の仕方はだいぶあのー B 級ホラーチックであんまり私びっくりしな,なかったんですけどねあーでもさっきまでの流れと比べると一気になんかちょっとこういう演出もんまあそうですねあれとかすごすぎますよねテーブルの上に新聞の切り抜きが置かれているあれなんかこれ見つけたかこれ記事の内容は昨日の事件に関することばかりだやっぱりあのじいさんはシザーマンについて何か知ってたんだななるほど さっき座ってたところですよこれ座り心地のいいロッキングチェアだ他に情報はないみたいですね <noise>、えー、シックな、えー、柄のソファーが置かれている一応もう一回ここの本棚も調べてみましょうねもしかしたら何かしら情報があるかもしれませんあここ,にここの写真も調べれますねミステリーの本が多いな30分延長しましたあっ 少し額が壁から浮いているこれ何かありますねあ何何何もないなえっ館長つありがとうございます何か裏にあるのか何だそりゃり何もないいや何もないってどういうことだえー、シザーマンが持ってったってことそういうこと ちょ、待てよ,よく分からんミステリーの本が多いな,なあー分かりませんちょっと分かりませんカーテン開けれた <laughs> 持ってっちゃったんですかねあれんこれはただ単に左のドアから入るか右のドアから入るかってことですよね ああないなあここ調べれますね寝室もありますよちょっと色々調べてます今有名な画家の絵のようだそれだけかうんもう一回寝室行ってみましょうかじゃあね隣の部屋2階もだいぶ調べましたからねもうあと調べれるところは、えー、隣のリックさんがもともと寝てた寝室そこしかありませんね行きましょうここの屋上とかね調べれたら面白いんですけどね リックさんの家相当郊外にあるんですねこれ周りが森でしたよほとんどどこでしょうねいろいろ調べてるんですけどね今ね聖書が置かれているただ,かただが彼の信じた神は彼を守ってくれなかったようだあ違うこれ違うところにもう1個ある何だこれ目覚まし時計だ朝の6時にセットされているえっってことは今朝の6時ってことですかどういうことでしょうか さっきいきなりベルが鳴りましたからねどういうことなんでしょうかよくわかりません丁寧に、えー、メイキングされたベッドだ本当に几帳面な性格だったんだなあと何か調べれるものあとここしかないですよね調べてないこんなところに役立つようなものはないなあと何かあるのかもうなさそうな気がするけどな 絵についてもほとんど調べましたしここも調べましたしねもう一回調べてみますさっき魔像が入ってたすそうですね少し何かこう何回も探してみたりとかクローゼットの中にガウンがかけられているもう一回調べてみましょうかこう何回も調べることによって何かアイテムが出てきたりとかするんですよね、うん、クローゼットの中にガウンがかけられているもう調べるとこないですね あとベッドの下、そういえばベッドの下ってどうなんだろう。じゃあもう一回だけ行ってみましょうか。ベッドの上は調べたけど、下って調べれるのかななんかあるのかな出ないですね。ベッドの方もないですね。一箇所しかないですね。調べれるところね。うん。難しいな。<laughs> ちょっと待ってくださいね。じゃあ、 あと調べてないところは、どこだあああ、そういうことかちょっと待ってよ。キッチンキッチンか。でもなそのね、魔像を、いやでもさすがにこの、リックさんの家に魔像を仕掛けたところで何なんか効果がありそうな気はしないんで、うーん、魔像はやっぱバローズ城に持っていくのがベストだと思うんですよね。で、あとこの石鹸の粉の使い方もよくわからんので、 うーんこの石鹸のこだ…で対処したら終わるんレンジあレンジかなるほどえ、706万さんいらっしゃいませやばい何の音これまた来たまたここに隠れるのか仕方ないあー師匠すいませんまた私普通のとこに隠れます日常的な場所に隠れてはいけないそれがね私の師匠の教えなんですが行けるのか 来来まましたやつが来てますマジかマジかということで707番さんいらっしゃいませ、ね、ありがとうございますそうですねいろいろ調べてみますありがとうございますねアドバイス行きましょう行きましょうオッケーオッケーオッケーレンジレンジね一応調べたな。中になんか物が入ってあこれ調べてないわ確かにあとで調べてみましょう 電子レンジャーホイールに包まれて中に何かが入っているそうなんですよねこれが見たいんですけどね二回目は、ね、あ、アフリカがどこかの土産物だろうか木の仮面がえかけられている何か書いてあるなこれはなんだバローズ城のい場所がわかりましたバローズ城の場所を確認したこれでもうここには用はないなえー、えー、えー何これ、えー、なにこれえ、え、なにこれなに 何これ浮いてる何これ何これ何これちょな何これどう,どうするのどうすんの何これ逃げて逃げて何これボタン何も押してないんですけど勝手によけてくれてるどういうことだ何だやばいええ ええというわけでコンティニーノをしようと思うんですがちょっとタバコだけ吸わせてくださいそう粉の石鹸かわかりましたもう一回行きましょうタバコ吸いたかったんですけど我慢しますわかりました行きましょううーん椅子に当たって入っちゃいました何なんでしょうかもう一回行きましょうこれじゃあちょっとここを抜け出したらタバコ吸わせてくださいすいません さてアフリカンどっかに土産物だろうか木の仮面がかけられているということね行きましょういきますよ何か書いてあるこれはバロージ城の場所かってことシャ者ですよこれでもうここには用はないなこれきますで石鹸これやっぱ魔像じゃないマ <laughs> 魔像じゃないかこれ 魔像じゃないこれ。やっぱ魔像、魔像じゃないこれ。違うのか魔像じゃないのこれ。魔像で回避…回避じゃないのどういうことこれ。行けオッケーなんかよくわからんけど、勝ちました。よくわからんけど、勝ちました。ちょっと待って、うーん、なぜ回避できたんだ とということで、ね、第12のランクインありがとうございますどういうことだろういや違いますよで<も>なんか知らんけど倒しましたよくわからん <laughs> ようんというわけで何でか知らないけどツボタンとか丸ボタンとか連打してたらクリアしましたこれでいいのかじゃあ逃げようとりあえず逃げよう逃げていいのか あ、もうほったらかしにしてるかいいのかなしし一応確認してほしいのかなで、もうあっ、コミュニティの参加にありがとうございます。どういうことだうーん、あとはもうこっから出たいだけなんですけど、どうやって出ればいいんだろうもう鍵開いてるとかなのかな閉まってたのは、あの、 魔像,の魔像じゃなくさっきのあの仮面のせいとかそういうこと,と、ね、どうやっても開かない閉じ込めるつもりかそうなんですよねはいありがとうございますクロックタワーの方ね今2の方やっておりますということで746万さんいらっしゃいませ、えー、私監督ねゲーマーズジャングルの監督という名前をね、えー、語っているにもかかわらず、えー、全くね、えー、こういったゲームの方をねやってないということで今ね、えー、皆さんと一緒にこちらのクロックタワーの初見プレイでやらせていただいております ないみたいですよ。飛び降りてみましょうか。2は全クリしたおうということで、ね、おめでとうございます。まあちょっと私は完全に初見プレイなんでねできればあのネタバレとかねアドバイスにしてもね、まあ、気をつけてアドバイスの方よろしくお願いします。ということでえー、っと751、ね、番さんいらっしゃいませ うんまあ、リサラさんにね、それが技量を試すというかわけじゃないんですが、できるだけネタバレの方はね、しないようにね、ここでこのアドバイスしたらちょうどいいぐらいなんじゃないかなとかね、えー、またはね、そういうのがよくわからない方はね、えー、ここに関してアドバイスしてもいいですかってね、できれば聞いていただきたいところでございます。もちろんニコ生なんでね、そういうことはまあ、あんまり通用しないっていうのは分かってるんですけどね、まあ、とりあえず私のコミュニティではそういった方針で一応やっております。よし、行こう。 飛び降りれないんですかね飛び降りれたらいいんですけどね。ジャンプして。うん、コナンは信じてる。ありがとうございます。やっぱここが怪しいですよねは。一応ある程度把握してます。うん。何か裏にある。これもね、さっきから何回もこう調べてるんですけどね。ないんですよね。何もない。何もないな。粉一っけん。 うーんいや多分そうだと思いますよ。ていうかそれ第1話読んだら分かりますからね。ネタバレでも何でもない。そうですね。1階に窓があったりしたらそれが一番ベストなんですけど。うーん。あと、行けてない場所って言ったらこの下のこういう奥とかかな。うーん。 すいませんね。まあ私のプレイ見てね、ちょっとなんか、うん、やきもきする方もいらっしゃると思いますが、<ぜ>一応これでも頑張ってね、<ぜ>やってんるん,ってんで、よろしくお願いします。<laughs> うん。そうですかね、行ってみますじゃあ755番さんいらっしゃいません。やってみましょう、じゃあね、ちょっと。うん。ていうかね、ほとんど、うん、あとは出るだけっぽいですよ。ののろろ一応洗濯機のとこ行ってますか いやそれ実は本当なんですっていうか1話目読んでください皆さんコナン1話目読んだらそれ分かりますからいきますでえー確か粉石鹸を使うのはこっちかえ何言ってんのすいませんえーっとであこれ違うなこれフローだここは何もないですよね確かね うん洗面台だ歯ブラシや日用品が置かれているうーん次ちょっとここのシャワーのとこ行ってみますかもしシザーマン来たらで隣の部屋でてか警察とかに連絡できたらいいんですけどね広間が怪しいですかじゃあ一応粉石鹸 がコミュニティを登録し貴様しもこんなところには隠れてないだろういや使えませんよということでありがとうございますコミュニティさんがねうーなん何なんだろうどうすりゃいいんだうーんここじゃないってことか難しいですねであと広間が怪しいって言われてた方もいらっしゃるんで広間行ってみますちょっとねじゃあ 一応、広間もある程度探したんですけどね。一応行ってみるか。ここの奥とかもなんか怪しかったりするんですけどね。別に何もないみたいですもんね。で、奥でしょあ、ここに絵があるな。これは見たか。で、他のもの、調べてないもの。の一応、ここら辺はもう調べてるんですよね。 あ,あ、そうなんですね。うーんー、まあ2の方が、その、まあ1も私実況の方したんですけど、すいません、あの1の方はね、実は、あなんかここ調べれる。何これえあるじゃん、窓。表でリックの飼いがこちらを睨んでいる。よだれを垂らして牙を剥いた様子はどう見ても狂犬だ。一体どうしちまったんだ狂ってるんですかねじゃあ。一応ここ出るしかないんで、ここ行きますよ、私。で、行く。で、これか。 これに対して、石鹸じゃないこれじゃないこういうことじゃない,いやっほい暗、うん、いうわ、かわいそう。今、まあ、いいや、行きました。とりあえず逃げました。<laughs> ありがとうございます。<laughs> とりあえず <laughs>、えー、弱が、 あ本当ですかよかったです。ということで、とりあえずクリアの方いたしました。えー、よかったです。無事、えー、こちらの、えー、っとシナリオ2の方、クリアしました。なんかね、えー、最後しょぼ、しょぼい、<laughs> すみません。いや、すみませんでした。でもなんか、んこれでいいんでしょうか。<laughs> ありがとうございます。あそして、えー、動物に対してね、えー、ワンワン王さんね、本当に名前がね、犬の名前なのに、本当にすみませんでした。 別にワンワンさんにね、石鹸をぶちまけたわけじゃないんで。うんすいませんでした。<laughs> いやいや、そうですね。まあ、ここもう一回ですかうん、まあ、またねや、やれたらいいですね。うん。まあ、とりあえず今日はね、6時間以内に、まあ、クリアの方を目指してね。まあ、もし時間が余ったらね、またいろんなとこからやってみたいと思ってます。一応ね、<laughs> すいませんでしたうん。皆さん怒ってるんでしたんですね。すいませんでした。一応セーブの方してみましょうね。 監督は敵意ということですいませんうんまあそんなに攻めなくてもいいと思うんですけどねまあ一応ここにセーブしときましょうわか,かりましたセーブして休憩したいんですよねちょっとね